インターネットテレビ見る増刊号の山根です本日は株式会社アシスト代表の平井浩二さんをお招きしております,よろ,いいますよろしくお願いしますよろしくお願いします 前回の動画ではあの上海電力の大阪・先島メガソーラ事業へのステルス参入の話をしていただきましたでさらにこの経済安全保障上の問題であったりあとはそもそもこの太陽光発電というのがまあまあウイグルのまあ人権問題に関わるところであったりまあいろんな危険をはらんでいるよという話だったんですがこの上海電力に関係しますとこれ全現在進行形でこれ進んでいるこう危険なプロジェクトがあるようで,でそれがしかも山口県の岩国 西市で行われているということなんですが、少しこれ詳しくお聞かせ願いますでしょうか。はい、去年の9月なんですけどね、はい、上海電力が RS アセットマネジメントっていう会社これはファンドのようですけども、ええ、ここからですね岩国にあるあのメガソーラーの事業会社の、まあ、株式を100%取得したって報道されたわけなんです、ええ、でこれ、あのー、合同会社かどうかはまだちょっと検証ができてないんで、えええー、まあ合同会社の可能性は僕は高いと思ってるんですね。ええ、で、えー、このすごいのはですね出力が7万5 0 0 0ットということでこれも先島と比べ物にならないほど大きいんです うん、でしかもあの起きたのが去年の9月ですから改正外為法の、まあうん、あ施行後ですからね、うんえー、当然ながらその事前審査の対象になるんです。うん っていうのは5万キロワット以上のものは事前対、まあ、審査の対象にするというのが法律で決まってるわけなんです。うん、で今のところのその新聞報道ですとねここのメガソーラーで作られた電力は全て中国電力に売電するよと中国電力に売るよって言ってるんです。うんうん、で今もう工事は始まっていて令和6年の6月に完成するよっていうふうに発表されてるんですが、うんうん、問題なのはやはりですね最初から 上海電力がこの岩国のメガソーラーの買収に名乗りを上げたのではなくて、うん、どうもあの大阪と同じように数回にわたって転売をされたって言われてるわけです。うん、まあ要はその 転転売しててがされてるわけですね地元が請願書を出したんですけどそれによるとですねやはり開発許可を受けた事業体とですね、うん、実質的に開発を進めてる事業者は全くの別組織だと、うん、これももう大阪と共通なわけなんですね。はい、で開発と事業の転売が一体で進行して,るよっていうふうに指摘してるんで、うん、合同会社スキームの疑いもあるのかなと思ってるわけなんです。うんえー その場所はですね、はい、えとこのグーグルのマップでこう示してるんですが、はい、ここの右下に岩国基地があってですね、うん、岩国基地が、まあ、見下ろせるようなですね山の,その高台のところにメガソーラーを今開発してるんです。はい、でこれだとちっちゃいんでそれを拡大すると、はい、まあ次の写真になるわけですけど、うん、まあかなり大規模なものが起きるのかなと。 で問題はですねこの岩国基地から、まああのー、米軍がですね、まあ、いろんなこの練習とか訓練をする,するために飛び立つわけなんですが、はい、そこでですねエリア567と呼ばれる訓練区域があるんです、うん、この地図に示してますそこに岩国基地から向かう時に、えー、飛行コースの真下に位置してんじゃないか っていう指摘があってこれまたこれで非常にあの安全保障上ねえまあ米軍機や自衛隊機が飛ぶその飛行コースの真下に中国の準国,国営企業がねの子,がまあ子会社を通じて運営するその まあ、メガソーラーラがあるっていうのは問題なわけですでやはりその売電というのがあの非常に問題でですね例えばこれ7万5千0 0というのでものすごい大量の電気を供給するわけですねあの中国電力に供給して中国電力はそれを受けてまああの供給すると。で仮にここからですよここはいきなり 例えば有事に止めたりとかで、うん、7万5千円来なくなっちゃいます。うん、それからあとまあ,あの変な電気って言ったらあれだけども送って。この中国電力のその,そのまあ、送電設備に悪さをするようなことをしたらですね。うん、これ、岩国基地への電気の供給に影響が出るだろうと思うんですよ。うん、で、これで例えば基地の機能が止まったり、なんかしたらこれものすごく。 危ないことなんですねだからこれはですねあのまあ岩国というですね特にあの中国のその なんていうんでしょう。まあ中国軍に対して防衛の要衝なわけですね。あの米軍でも一番重要な拠点なんですよ。そこのすぐ近くにメガソーラーができて。で、それが中、あの。岩国も含めて電力を供給している。中国電力に全部売電をしていると。で、これで、その運営主体が中国の純国営企業だっていうのは非常に危ない話ですね。で。 まあこれについてはですねいろいろ私も分析をし,あのしようと思ってるんですが角、はい、田隆将さんがですね、はい、ちょっとツイートをされてるのがちょっと私気になっててですね、はい、やはり角田さんもやはりこれあの転売スキームじゃないのっていうようなことを「ダミーは許されない」って書いてますけれども、はい、まあ本当にそう思いますしやはりですね私はあれと思ったのはねこれ林外相 の名前が出てるし、うん、柳井さんのお名前も出てるということで。うん、どうもですね、あのー、彼らが動いたんじゃないのっていうよこ、とをほのめかしてるわけなんですよ。いわゆる、まあ、大阪、先島でいう橋下徹氏と維新の会にあたるものが。<laughs> そうそうそう、岩国では林芳正氏である。はい。うん。うん。<laughs> で、まあ、本当にね、これね。 と見てると非常に気の毒なのはここの地元がね、はい、あの岸防衛大臣の地元でですね<ー>岸さん旗振ってんのなんて言ってるけどこれ全然違いますよねこれ見てるとね山口はだから安倍さん岸さんといういい政治家と岸をしますという悪人がね、はいはい、やっぱ <laughs> そう,そうそはねやっぱちゃんと分けて考えないとダメですね <laughs> ダメですねだからあの岸さんがこれを賛成してはいませんからね、うんえー、まああの賛成してない賛成してる ななんて発言なくカ、まあ、加藤さんが取材の中で多分林芳正さんとねこの山口県の議長さん県会議長さんが動いてるよっていうことを、まあ、キャッチされたんでしょうけれどもこれやはりこの、まあ、分析っていうのは非常に腹に落ちるのはこの岩国のメガソーラーが。 あの、まあ、中国の純国益企業が運営することになると、うん、アメリカの国益にはならないわけですよ。えー、中国の国益になるわけですよね。はい、そうすると、まあ、あの日中議員連盟の前会長が動いたというのは。うん、まあ、非常になんか、まあ、これは想像ですけど、腹に落ちる話ですね。えー、うん。 2021年9月といえば岸田政権が発足した月じゃないですか。それが多分九四雲だと思いますけどね。でもね、でもやし会が就任しましてね。で彼はその1、2ヶ月前に辞めてんですよね。すやあの参議院議員を辞めて衆議院に出てますよね。はいはい、で、そういう意味から言ったらこれが進んでいた時期っていうのは、うん、多分あのまあ9月に売買が成立してるということは、うん、まあ多分。 あの初夏から夏にかけてなんでしょうから、うん、その頃は林さんっていうのは参議院議員山口選挙区の林芳正さんの時期なんでねまあ,あのや林さんが動いたっていうこの情報っていうのはなんとなく僕は、うん、そうだじゃないかなと思いますよ。ななくもいい話だなととううううこでででですす、ね、すすね、はい、ねそうですそそ <laughs> ね、林さんはの最近、まあ、こ収録してる時ではね、うん、あの北朝鮮にワクチンをあげたらどうだみたいなことを言ったみたいですね。はい、でねあのいやラ僕はねあのそれで無視できないって言ってんだけど、うんね、あの北朝鮮の、うん あのワクチン問題ねワクチン不足問題は無視できないけど、うん、拉致問題は無視でできるんすすかって思ってますよしかもこれ何のこう交渉とかその前提条件もなしにかわいそうだから <laughs> まあ同情のもと、うん、ワクチン提供してあげようっていうこ、うん、んなね 自民党にもいいいるるんんでですすねねこういう人がなかなかねあの野党にもこんだけ積極的な人は、ね、<laughs> 少ないですよね。<ー>だからまあそういう人たちがねあの、まあ、岩国の喉元に、はいえー、上海電力という刃を突きつけるっていうのはね、うん、これはやはりあの。 問題だし仮にですよこれ外為法の審査が取ってたとするならば、はい、どこを見てるんですかって話になるわけですよ。本当ザルっすよね。ザルです。だとすればだとすれば。 うん、だから、この審査がどうなっているのかっていうね、まあ、審査が下りたから株を買って、えー、株を買ったか、まあ、合同会社を入れ替えるかなんかして外為このこれ審査と、あのー、通過しているはずなんでこれがですね、あのー、問題なしという判断をしたとするならばこれは非常にこれ審査した人の落ち度だと思いますよ、私は、まあ。まだこの審査の内容が明らかになってないから断じはしませんけれどね。うん この合同会社の,この、うん、いわゆるステルス参入スキームっていうのは、はい、やっぱりこの法の穴をかいくぐってるわけじゃないですか,、はい、か今後こう法改正するなりね、はい、そのあたり でまあできそうですかね、はい、とかまあそれやらないといけないんですが、うんええ、まず私は2つやんなきゃいけないと思っていて、うん、まずですねあのー、外務法で5万キロワット以上を審査の対象にしているんですが、はい、これはかなり大きなメガソーラーなんですよ、ええ、だからこの中で5万という網の中でこぼれ落ちてるあの事前審査からこぼれ落ちてる外資による 参入ってなっすごくあるんで、うん、私は五千にすべきだと思います。うん、うん、まずだからその。 なんていうかな、その審査の数値を変えること、うん、ね。それで、えー、それはですね、法律の改正は必要ないんですよ。経済産業省がね、あのー、主導すれば、これは省令で変えられると思うんで、これはもうすぐ萩生田大臣にやっていただきたい。うん、それからもう一つう問題なのはですね、まあ、あの大阪にも、この岩国にも共通ですけど、合同会社というですね、箱を使って。 インフラ事業を受託するようなあ今の仕組みというのを見直して、うん、やっぱ株式会社、ね、限定にするとか、うん、こういう形にしていかないとあのきちっとしたあ審査ができないような気がしますねでまずは、まあうん、政治家にしても、まあ、萩生田大臣にしても動かしていくのはやっぱ国民の声があってこそですから平井さんには引き続き、はいまあね、この情報を、はい、このチャンネル雑誌、はい 等々で発信していただければと思います、はい、で、はい、え5月26日発売のウィル最初、はい、7月号でも平井さん、まあ、学術会議の問題とか、はい、まあ中国資本の土地買収の、はい、話をしていただいているのでぜひそちらもお近くの書店でお買い求めくださいはい、はい、ありがとうございましたはいありがとうございます日付変わって別日の収録なんですけれども、うんはい、え先ほどの内容、うん しゃべっていただいた後に平井さんが上海電力の岩国のメガソーラー事業のステルス参入スキーム詳細が判明したということなのでまた来ていただいて追加で取らせていただいています。いは あのここのスライドにある「三海電力日本参入の流れ」というスライドに、まあ、まとめたんですけれども、ねはい、やはりこれ時間かけていてあの最初にですね平成27年の 4, あの4月に合同会社を作って、うん、それで一言で言うと合同会社の転売転売転売をまだ繰り返してつまりあの入れ替え入れ替え入れ替えをやってると。うん、で上海電力も非常に進化したなと思うのは、うん、あの着地のところがですね地震 が上海電力自身が会員になるのではなくて社員になるのではなくて上海電力が持っている合同会社がさらにあのこの。 えー、岩国のねメガソーラーを、えー、受注してる、まあ、合同会社東日本ソーラー13っていう会社なんです合同会社なんですが、えー、そこに入ってるつまり上海電力日本からいうと孫会社みたいな形を取ってるんですよ。はいえー、でね まあ、もう最初からまあ結論を先に言いましたで、まあ、最初から言うとあの、まあ、あ合同会社東日本ソーラー13というのを、えー、東日本土地開発というのがまず作ってでその後あと S さんという個人が入ってその後ですね蒲郡、えー、バイオマスパワーというところに行って。 でその後一般社団法人岩国っていうところに移ってそれがまた何回か岩国の中でオーナーシップが変わってですね、うん、でさらに開発77号っていうわけのわからないこの合同会社に入った後に最終的に、うんえー、上海電力が持っているうー、まあ、子会社合同会社がそこを取得するというね非常にこの。 上海電力日本という名前が直接出てこないような、はいえー、スキームを組んでる、まあ、ちょっとあ、はい、あののダミー会社をささらに進化させたなっていうのは1つあります、はい、それからあと今今のあのどういう状態になってるかっていうのは推定スキーム図というのをですね、えー、1枚つけましたので、はい、これをちょっと見ていただければと思います。はいで やはりあの前の番組でも申し上げたように合同会社っていうこの まあ、箱を使ったあ転売転売が繰り返されることによって今あの上海電力がろくなろくなっていったらいいかなあの外資系の審査をね、えー、どれだけやったのか分からないような形で、えー、こういったメガソーラーに次々入っていってるという実態がありますから、まあ、あのさ前の番組で申し上げたようにねやはりこの審査の網をもっと細かくすることとあの合同会社 っていうかな持ち分会社の参入は認めないというこの二つの政策をしていくことは非常に、はい、いい大事なことだということで、はい、とりあえず中間発表をあのさせていただきますはい、はい、いずれ最終発表もはいあの次の最終発表お待ちください <laughs> はい期待しています <laughs> はいありがとうございますありがとうございましたどうもありがとうございます。